1965から1966シーズンの NBA は NBA の20回目のシーズンである。シーズンは1965年10月16日に始まり、1966年4月25日に全日程が終了した。ドラフトではフレッド・ヘッツェルがデトロイト・ピストンズから全体1位指名を受けた。この年のドラフトは、方策の年でディック・バリー、 ビリー・カニンガム、ゲール・グッドリッチ、ビル・ブラッドリーと後に、殿堂入りを果たす4名の選手が指名を受けている。また、ジェリー・スローン、ディック・バン・アース・デール、トム・バン・アース・デール、フリン・ロビンソンらが指名を受けている。1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。ボストン・セルティックスが、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズにデビジョン首位の座を、 明け渡した。イースタンデビジョン主位の座が、セルティックス以外のチームに渡ったのは実に10年ぶりのことである。セブンティーシクサーズは加入して2年目のウィルト・チェンバレンを、はじめ、ジェットウォーカー、ハルグリアに、ルーキーのビリー・カニンガムと戦力が整い、レギュラーシーズンのセルティックスとの直接対決でも6勝4敗と、勝ち越すなどいよいよその地位を脅かした。チェンバレンは、 ルーキーイヤー以来の MVP を獲得した。10年ぶりにデビジョン主位の座を明け渡したボストンセルティックスは10年ぶりにプレイオフ1回戦からの参戦となった。初戦の相手は新しなきロイヤルズだった。セルティックスはオスカー・ロバートソンとジェリー・ルーカス擁するロイヤルズに苦戦を強いられ一勝二敗と先にシリーズ王手をかけられた。 しかしチームの立て直しに成功したセルティックスは2連勝を飾ってデビジョン決勝へ進んだ。デビジョン決勝でセルティックスを待っていたのは打倒セルティックスに燃えるウィルト・チェンバレンとフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズだった。デビジョン準決勝の激戦で疲労困敗の上、レギュラーシーズン中の直接対決では負け越している相手だけに セルティックスの連覇記録もいよいよ途切れるかに思われたが、蓋を開けてみれば、セルティックスが4勝1敗であっさりと勝利した。どうしてもセルティックスに勝てないチェンバレンは弱点のフリースローを徹底的にかれ、このシリーズでも68本のフリースローを打たされ、28本しか決められなかった。ウエスタンからはライバル、ロサンゼルスレイカーズが勝ち上がってきた。 レイカーズは、エースのエルジン・ベーラーが、選手生命を脅かすほどの故障を抱えており、このシーズンはそれまでのキャリア平均を大幅に下回る16.6得点9.6リバウンドの成績だったが、プレーオフに入って徐々に調子を上げていき、デビジョン決勝で宿敵セントルイスホークスを破って2年連続で、ファイナルに進出した。ファイナル第1戦はベーラーが36得点。 ジェリー・ウェストが41得点を記録し、オーバータイムの末に、レイカーズがものにした。その後セルティックスが3連勝、レイカーズが2連勝し、シリーズは第7戦までもつれた。最後は、リーグ最小失点を誇るセルティックスのディフェンス力が、リーグ最多得点を誇ったレイカーズのオフェンス力を封じ込め、95から93のロースコアゲームで、セルティックスが勝利し、 8年連続の優勝を決めた。8連覇という金字塔は NBA にとどまらず、アメリカのプロスポーツ史の中でも最長記録である。不滅の記録を打ち立てたセルティックスは、節目の時を迎えていた。セルティックスの優勝をすべて知る選手は、ビル・ラッセルだけとなり、さらにこのシーズンを最後に、レッドアワーバックがヘッドコーチから退いたのである。前年に、 セルティックスのオーナーでチーム運営を担当していたウォルター・ブラウンが亡くなり彼の仕事を引き継いだアワーバックは多忙を極めとてもヘッドコーチとの兼任は続けられなかったアワーバックのコーチ辞任によりセルティックスの連覇記録は途切れることとなるが絶対的な指導者が退いたことで王朝が瓦解したかといえばそうではなかったアワーバックはプレーオフ期間中に 後継者として、ビル・ラッセルを指名し、シーズン終了後には、NBA 初の黒人ヘッドコーチが誕生した。さらにこのシーズンのプレーオフで大活躍したジョン・ハブリチェックが、セルティックスの新たな主役として対頭し、サム・ジョーンズと共に、新たなウィングコンビを形成した。そしてアワーバック自身は、人事部門責任者として、ラツワンを振るい、 ベイリー・ハウエルの獲得など的確な補強を行っていく。セルティックスは衰えることを知らず、新たな顔ぶれの下で次の時代を迎えることとなる。ありがとうございます。